はい、久しぶりに大日曜市場新潟店さんにお邪魔して、100回オークション100回記念の撮影に来てます。今日はお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。2012年、ライブ恋感謝祭ですかね、100オークション100回記念、に、うちもふさわしいと思う恋を用意しました。今回紅白と昭和三家を、2本用意しましたんで、ぜひ、動画でですね見てもらいまして、お客様の元に行ってもらえればと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速見ていきたいと思います。はい、はい、こちら大日曜里城さんの紅白、はい、2歳メスでサイズが57センチですね。57センチですね。で、はい、親鯉マリンジュニア、今年のまああのまあこれ一番上が3歳までいるんですけども、まあ今どんどんと、まあいろんなイベントに持って行っておりますけども、非常にベニスが良くてですね、体も良くて、まあ今後、うちの柱になってくれると思う、紅白を、用意させてもらいました。はい。まあ模様もですね、非常に大型になるにつれて、模様もいいと思いますし、まあ体もいいですんで、非常に楽しみな恋だと思います。はい。ただですね、ちょっとまあこれちょっと この尻尾のここがですね、ちょっと怪我をしてしまいまして、まあここだけがちょっとまあこれは治る傷ですんで、まあ大丈夫だと、まあまだ若いですんでね、治るとは思いますんで、ちょっとここだけが気になる点ではあります。はい。まああとはですね、すごい非常に伸びやかな体です。あと非常に体高のある鯉ですね。そうですね、体高もありますしね、この頭も非常にでかくて、まあちょっと充血ちょっと白地のところ充血してますけども、まあ非常に白地のいい鯉だと思います。体も張りがありますし、こう金星の取れた模様と、あとベニスもしっかりしたベニス持ってますんで。はい、それでは横の方をお願いします。はい、はい、こんな感じですね。マリンジュニアの特徴なんですかね、このベニスは。ああ、そうですね。まあ、マリンジュニア、まあマリンという親鯉がいまして、まあ、非常にベニがですね、厚い鯉だったんですね。でそれの子供がまあ85とか、まあ、90近くなったんですかね。それをまた親にした鯉がこのマリンジュニアの子供というふうになるんですけども、まあ、そのマリンジュニアにはX ジュニアといううちの紅白の系統をかけましたんで、まあ、マリン系と X ジュニア系が合わさった鯉ですね。お、まあ、非常に将来楽しみなんですけども、まあ、今年2年で、今年の2歳と3歳しかおりませんので、まあよしと思ったんですけど、もう親がいなくなってしまったと。非常に残念なんですけども。じゃあこうライブに登場するのも最初で最後ということですね。そう、最初で最後ということですね。はい、非常に貴重な声ですんで。はい、はい、非常に厚みもあり、そうですね、体の張りもあり、いい声ですね。はい、尻尾の方は、はい、こう直してから送りましょう。そうですね、はい、わかりました。はい、いかがでしょうか。こちら、大日曜里城さんの紅白、2歳メスでサイズが57センチ、親鯉マリンジュニアです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。